のまま終わりますと、もちろん勝利投手はグレーザー。この日本シリーズで、外国人ピッチャーが勝利投手となったケースは過去8人います。9人目となるかどうかであります。ゲームは8回、ジャイアンツは木田、杉山のバッテリーです。一塁落合、二塁元木、三塁が西、ショートが河合、外野はレフトに伊藤、センター後藤、それからライトが松井であります。2対0、4回の表にオリックス、ブルーウェーブは大島一郎、ニールのしか出ておりません。センター返し、後藤センターライナーであります。そうですね、まあ投手戦というのは一人の投手戦じゃなくてね、今さっきの回のような終盤に来たの駆け引きの中でのリリーフピッチャーですね。はい、はい、そうですね。初球打ち出てきましたね、ラッキーボーイ。そうですね7打数の3安打、打率4割2分9厘いうこの大島であります。次のバッターの一郎まで回るのかどうか。しかし追い込まれた大島です。あー、結局空振り三振。木田はいいつなぎ役を見せました。さあ8回の裏であります。変えるでしょう、その時のジャイアンツがこうイケイケムードの時にちょうど変えるじゃないですか、そこでまたそこで仕事をしてるということですね、普通だけど、まあ、常識としてはですね、数を例えば堀内コーチなんかにオリックスの投手は慣れてるんじゃないですかね。でしょうね、使われ方にね、それをうまくこうなってますかね、こうぐっと今から行くぞという時にふっとこの方で変えられる。先頭バッターのフォアボール。これはシリーズでこれだけのピッチングができたのが本当に嬉しいと、こういったコメントです。なるほどね。アイシング中のフレーザーでありますが大満足というコメントが入ってきました。さあフォアボール、この杉山はね、次のバッターの元木ですからね、ピッチャーじゃなくてね、自分の役割としてはつなぎに徹するような気持ちを少しでも持ってくれるといいんですけどね、はい、どうですか山本さん、扇監督とすれば、まあ、できるだけ左ピッチャーでそのまま終わりたい、だと思います。巨人の左の代打陣を見たくないというね、はいはい、そういう意味でも大事な場面でしょう。これはボールです。巨人の残っている代打陣でも確認しているんでしょうか。あー、見逃し三振です。バット出ます。ですから元木も同じような精神状態がどうしても強い選手なんですよね、でも技術的にはつなごうと思った時には非常にうまいバッティングができる選手なんです、はい、その技術も持ってますから、はい、自分の気持ちはどう切り替えるか。あ、元木はセカンドの累進、林累進の位置の変更を求めました。私もあれ嫌だったんですよ。左ピッチャーでですね、あれはアンパイアがラインに入るんですね、ボールの球道の中に。ああ、なるほど。まあ、自分の一振り、なんとかスタンドまでというね、そういう強引さが出てるんじゃないですかね。悪い方が出てますよね。この打席はね、今の2球見た限りではスライダーを右方向っていう気持ちがあると思います。そうですね。ダブルプレーか。一塁に転送、アウト、ダブルプレー。